もありましたですがさあ、こちらのほうの小笠原諸島のサンゴの密漁に関しましては、暴れん坊将軍さんからも、ニュースで見ましたが、あれだけたくさん来ているので、日本政府は有効な対策をしているとは思えません、この国は大丈夫でしょうか、クリオネ・ブルドッグさんからも、シー・シェパードは何やってるんです、怖い時こそ。<laughs> ねクジラもそれは、あれでしょう、うん、ね主張、はい、であるならば、まあ。クジラだけがと。うん、貴重なね、1センチ伸びるのにもう何十年もかかるような、はい、ああいうようなサンゴこれをバーッと根こそぎ持っていってしまう。これサンゴだけではないらしいんですよ。はい、サンゴを根こそぎ持っていく、乱暴に取りますからね、あれ。はい そうすると、サンゴも含めてのあの辺の生態系が変わって、うん、そして他の漁業をやってる人とかなんかの、うん、そういったところにもものすごい影響が出てくるらしいです、はいはい、ただ、サンゴがなくなるだけの話じゃない、うん、ということですので、まあ、サンゴ一つ取ってもシーシェパードは何をやっとるんだ、本当にとね、しかし報道の仕方にも疑問が、中国は困難してますよ、ひどい国ですよみたいな、なんか人事みたいな感じがします、ねえ、えー、もうちょっとなんとかできんのだろうか ということですが、それはあの画面見てたら、僕でもそう思いますもんね。うんうん、びっくりしますね、あのす、ね、たくさん、といて<え>で、そういうの,、まああの、どの飛行機から映したか分かりませんが、これ、こんだけ来てます、いう、うん、こんだけ来てます、いうのがあれがもう自衛隊とか、いろんな他のの、ねうん、海上保安庁かなんかの、あの飛行機でなんかやれば、来てますだけじゃないですもんね。うん、お前らどううななんだっていうようなこといこも 一毛打尽という言葉がありますんで、私、はい、あの、空から網をバーッと広い大きな網を、はい、あの、先端にか,かぶせてやってですね、 でもあれだけの感じになってくるとやってる人たちに対してうんぬんっていうのもあるでしょうけど、うん、ちょっとこう国と国の問題としてもうちょっとこう中国にバンと言えんもんかなという気もしますけどね。でもあれですよね,、うん、ね。いろいろこのうんさっきのニュースなんかもありましたけれども中国はですね赤サンゴの密漁を禁じておりますよっていう。うん 禁じじておりますすかからこっち来るんじゃないで近くでやってたら中国の法律に触れてすごい重罪というかね厳罰、はい、に処せられるわけですからこっちまで来てるんです金量、うん、は分かってますって、うん、ね <laughs>、うん、でまたそれ買う猫を追うより皿を引けてねあ<ー>あのそういうのを売買がもうだからできんはずなんですけども、はい、そんな持ってきた、うんね、漁師のあ産後 買う連中なんかも合わせてやらんとわかるじゃないですかね取ってきたって別に売れんかったということになる売れなかったら取らないもんね取らないということですが、うんうん、まあこれもこういう理想的なことを言ってもパンダの剥製だってのやらい輸出したりそれ買えるような現状って要はあるじゃないですかねどっかでパンダの剥製売ってたとか、うん、平和用でもあの20世紀最大の歴史的発見と言われる、うんうんはい 平和用もですねあんな絶対持ち出したらいかんですよね、もちろん展示用とかなんかでは持ち出したりはできますけど、それはまた返さないかん、売買でなんか持ってる人がいるとかね、その話を聞きましたよね、どうなってるのかなと思いますけどね日本でも平和用があそこにあった、僕らいっぱい見に行きましたね、平和用だからあれが本物でも問題だし、偽物でも問題だし。そう言って、僕、話しましたよね、出産者これ、本物ですって言ってました。 であの学芸員の方に聞いたらね、他の別のところの、うん、あれ、偽物やと思いますよって言うんですよ、うん、だって、持ち出せませんもんって言うわけですよ、<laughs> ね、だから、でもそこを持ち出して、なんかで買ってきたんであれば本物だけども、うん、買ってきたこと自体が問題だし、うん、偽物やったら偽物本物だと言ってることが問題だしという、平和用の時もえ、どういう体制になってるんだと、はい、ほんであれが全部2か所、3か所ぐらいやったのが、全部平和用の持ち主が。 なんか一生の不幸なことになってい,ったりんい,んういうる、殺人事件みたいなことあり、ね、とかね、なんかいろんなそういう精神に関わるような平和に関わるやつがばたばたっとありましたよね。なんか不可思議なと、ね、というようなことも含めてね、産後、はい、なんかもね、うんうん、そういうような雰囲気の中で動いてるのかなというふうに思いますけどね。うん、はい、えー、高田アナウンサーでした。新生活の行く九時来る十時です。 親もこれくじが終わろうとして、新しい十時台がやってこようとしております。はい。はい。ええー、いろんなく時台も話題がありましたけれどもね。うん、中国、赤さんが思ってっちゃうということです。はい、困りました。うん。まああ、やっぱり、改めて見ますと、この間もある番組でやってましたけど、僕も小さい頃。見てて、おこんなもんかなと、あの、金銀財宝とかね。はい。昔あ、ありましたけど、桃太郎が鬼ヶ島征伐を。して、うん 帰りになんか金銀財宝持って帰ってくるやないですか金銀はわかるやっぱりそこにね赤サンゴついてましたよ。は絵によくは確かにありましてこれ何やろうと思ってたんですけどもあれですよ中国持ってくのははい。 確かにね、昔はそういうこう環境みたいなことはなかなか思い至らなかった。やっぱ海の中で見るとあの宝石みたいに綺麗ですからね。ま海の中で見んでもあれ出したら綺麗ですから持って帰りたいないう気持ちになる綺麗なものではありますけど、宝物として珍重されていたんで、金やら銀やらと一緒にやっぱ赤珊瑚もその中のね宝の中の一つに絵の中には確かによく書いてありますありますもんね。はい赤い枝みたいなやつ。そう赤い枝のやつですよね。はい。 えなおこの2番目の男さんから頂い,いておりますけれども、中国では以前、今、中国の話題になってます、赤さんが持ってっちゃうと、中国では以前、田舎の万里の頂上付近の住人が、頂上の壁面の石などを持ち帰って、自宅の壁などの建材に使ってるみたいです,すごいですねという、そういう風ですから、日本の海の中にあるやつなんかは、誰のもんか分からへんから持ってってもいいんとちゃうかという。 まあそういう感覚かもわかります。の目の前にあるやつでこれ世界遺産の分かってても持っていくわけですから、はい、海の中の分からへんでしょうと。いや、分かるよ。<laughs> 分かります。問題になってますからね。そうそうそう。うん、あんだけたくさん来ても、本当に何ともなれへんのかと。はい。ね本当に一毛たち大きな網でバーンと上から被せたったらええんですよ。<laughs> あれだけいるんらね、はい。ねえ。うん、ということでありました。